ちゃん、まるちゃん、熱々芋煮うどん東北限定でございます。ありがとうございます。醤油仕立てのつゆにホクホクの里芋入り食べますお腹が空きました。熱湯5分なんですけど、もう多分5分以上経ってると思う。もう5分以上経ってると思うんだよな。火薬はねもう入れてね、湯を入れました。入れました。こんな感じね、こんな感じ。芋も入ってた、芋も火薬に入ってた。から蓋の上にで温めて直前に入れるこやつを、いい匂いする。うわー、いやゾロゾロだね、見て。いや全然サラサラしてない。うまそううまそう。私基本濃い味が好きなので。いやー美味しそう。うまそう。やば、めっちゃいい匂いする。めっちゃいい匂いする。こんな感じでね、芋煮のね芋が入っとる。いただきます。うめえなこれ。いやこれうまいな。いただきます。今日ずっと食べてる気がするらしい。これうまーい、これうまーい、味濃いマスクの、マスク越しにフーってやっても、え、これうまい、これうまい。マスクしてると食べにくいっす、さすがに。いやうまい、これちょっとガンガン食べちゃいそうだけどガンガンに食べちゃいそうなんですけど、いやうまいよこれ。アマゾンに、アマゾン一回売り切れたっぽいんで、探してみてください。ぜひ楽天もありますからね、ヤフーショッピングもありますから。最悪もう東北の知り合いに送ってもらうっていうね最悪。いやうまい、これうまい。まあ私さ、まるちゃんのさ、うどんさ、あれあるじゃん、かき揚げとか好きなんだけど、時々味薄いなと思ってめんつゆをね自分で足しちゃったりすんの。これうまい。だってさっきさ見てよ、さっきさ汁入れただけなのにさ、もうこんなにさ麺にさ味ついてんだよね。食べる気満々なんですけど。え、これうまいって。卵入れた。あ、卵入れた。半熟卵入れて、うわー半熟卵入れたい、うまっ。うーん、
ごめんね。いや、うまいよこれ。醤油の濃い味ですね。うまい。どうしよう、食べちゃう。うわー、卵入れたらおいしそう。うまい、これ家持って帰ったら卵入れよう。肉も入ってます。肉も、肉、ネギ、芋。いやー、うまーい。ちょっと汁だけ後ろ向いて飲ませてください。飲めないな。最初に汁飲みたかったな。最初に汁飲みたかったな。うめえな。ごちそうさまでした。終わったら汁飲みます。え、うまい、これ。これ醤油漬けのつゆにホクホクの里芋入り。いや、まさか全部食べきるとは思わなんだ。全部食べきると思わなんだ。ごちそうさまでした。すごく美味しかったです。ありがとうございます。売ってないのかな。売ってないんかな。くしゃみでそう。はい。はい、高野菜ですね。高野菜いきます。秋山さん、ふん、秋山さん、ふん、山ちゃんがふんにゃん、しゃでもちゃんがふんにゃ。ということで、小野菜第1位は白玉子ちゃんでございます。なんと2冠、この時点で2冠でございます。白玉子氏、さあ T シャツは白玉子氏の手に渡るか。白玉子氏の手に当たるでしょうか。シャデモちゃん頑張る。あ、かマイティさんありがとう。シャデモちゃんありがとう。シャデモちゃんありがとう。モフちゃんありがとう。秋山さん、あーマルさんありがとう。タッコーさんありがとう。タコさんお疲れ。タッコーさんありがとう。マルさんありがとう。モフちゃんありがとう。シャデモちゃんありがとう。シャデモちゃんありがとう。シャデモちゃんありがとう。ここでいい、ここら辺ね、あのもうブービー賞です。ブービー賞のところをね狙っております。皆様いきますよ。さあ誰だ、さあ誰だ。マールさん、マールさん、白玉子ちゃん、白玉子ちゃん、秋山さんに、北直ちゃんに、レオちゃんに、そして最後モフちゃんでございます。ということでブービー賞はトゥントゥンのレオちゃんでございます。おめでとうございます。3冠達成ならず。白玉子氏、白玉子氏3冠達成ならず。ということで、チェキは取りました。3枚取りました。約束通りこれで取りました。ちょっと見せられませんけど。白玉子氏、高額のスパチャをくださったケンケン氏、そして、レオ氏、ブービー賞のレオ氏、3名取りましたので、こちら、サインなど書いて、あれしますね。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そして白玉子ちゃんにもらった、白玉子ちゃんに、白玉子ちゃんに、染み卵、
しみ卵ですね。しみ卵に、小野菜の一番ですね。小野菜の一番でしみ卵に、影をつけてくれとね言われましたので影をつけました。影つけてね、あのね、すごくね、しみ卵さ、影つけるとこ少ないのよ少なくて、あー全然影つけるとこなかったなと思ったから背景をちょっと描きました。背景をちょっと描きました。しみたまこさん、しみたまこさんというのの白たまこさん、いきます。こんな感じ、こんな感じでございます。じゃんマリオですね。よく見るとマリオですね、後ろこんな感じで名前があった方がいいのかなかった方がいいのかちょっと分かんなくて、私一回ないやつを渡しちゃったんでね、白玉子ちゃんにね。だから白玉子ちゃんないやつをずっと使ってたんですけど、どっちがいいですかね、ない方がいいのかな、そのまま。ごめんね、私がさ名前ないままやっちゃったから、ないまま使ってくれてるんだけど、一応白玉子っていうのを足しまして、まるで切り取ってもこのように大丈夫なようになってますのでね、名前がなくとも、名前がなくともこのような形でいきますのでマリオのラスボスですね、マリオの本当のラスボス、しみたまこ怖えな怖えなこえのよ。ありがとうございました。無事声も出るようになりました。皆様ご心配をおかけしました。ありがとうございます。私が声が出るのもね、皆様のねおかげでございますので、じゃん。ありがとう。じゃあね、皆様ありがとうございました。ありがとう。